圭介のソングス&ドックス、週末はミュージシャン。さあ、今週も始まりました、ソングス&ドックスでございます。先週で確かアルバムは10曲終わってますが、今度はね、レコーディング風景じゃなくて、ライブでごく最近やってるものをアルバム特集第2弾で行ってみようかなと考えているところであります。動画なのに動かないね。今週の1曲は、まあ、アルバムの1曲目ですかね、夕暮れ、作曲はアグネス松本さんという、かつてのバンド仲間ベーシストのつけた曲ですが、詩は私が、やっと犬になれ始まった頃に書いたんでしょうね。夕暮れのライブバージョン、赤羽水彩室さんの自粛期間中にやったバージョンですね。お聴きください、夕暮れ。赤羽水彩室さんでの無人での配信ライブでしたかね。自粛期間中にやらせていただいたアルバム特集ライブというのをやった時の夕暮れでしたが、記憶にありまして、ミスったなっていう記憶にあった通りの状態でした。失礼しました。どうだったですかね。まあ、これ動画なんですけど、犬たち寝ちゃっててね、ちっとも動かないんで、カメラをぐらぐら動かして動画風にしてお届けしています。すごい、響きが鳴り響いてますね。夕暮れじゃなくても夜じゃなくても昼間でも、とにかく、犬って食ってるか歩ってるか以外寝てるね。赤羽水彩室さんでのライブは今も毎週水曜日に、続いてまして、いろいろと修行させていただいている次第でございますが、今週、まあもうすぐね、月曜日、この番組公開されるとすぐに、その日がライブなんで宣伝にはなりませんが、また大塚ウェルカムバックも
戻ってきてますんで、今週はそのライブもあるのかな。まあある意味ではね、ミュージシャンってそのライブハウスで歌ったり、閉まってる居酒屋で歌ったり、いろんなことをさせてもらって、ちょっと普通の人に比べると緩く思われるかもしれないけど、結構自営業なんで気をつけてやっています。ファミレスとか、まあちょっとした飲み屋とか行ける方はライブハウスも居酒屋も全部行けますので、ぜひお越しください。